ネルハは、スペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ、地中海沿岸のコスタデルソルにあり、総人口の1、3がイギリス人である。1959年に発見されたネルハ洞窟がある。スペイン国内では、マドリードのプラド美術館、グラナダのアルハンブラ宮殿に次ぐ、有数の観光地となっている。イスラーム支配時代の地名。 成草が現在の地名のもととなった。ネルハ最古の定住地は約2万年前にできた。新石器時代文化とエルアルガル文化の痕跡が見つかっている。最初の定住地は地中海のそばにでき、大いなる遺産を持つ。ネルハ洞窟はその時代を物語る。エルアルガル文化は新石器時代に完成した。鉄器時代に入ると南東側に半島が生まれた。 この時代の定住地では、農業、家畜の飼育、陶器作り、金属加工が行われた。キリスト教伝来後のネルハの情報は少ない。イベリア人の一部族バステタの族とフェニキア人が移住したことだけが知られる。ギリシャ人の植民地は、ホメロスコペオンとマイナケの2箇所であった。ギリシャ人たちは、トーレデルマルに月の神の神殿を作り、航海の安全を祈った。 マラガ地方は、紀元前210年に、ローマに占領され、マラガ東部には三つのローマ人集落ができた。マエノバ、クラフィクルム、デトゥンダである。マロでは、硬カ、ボヒ、アンフォーラといったものが多く発掘されている。同時代の遺跡でネルハーに残るのは、モルタル基礎の水道橋、リオラミエルにあった釜の跡である。グアガレーテガシの戦いで、西郷と王国が、 イスラーム軍に敗退した711年は重要な年である。歴史家トレメセンのアルマカリはこの街のことをナリチャと書いている。アルアンダールスで花開いたイスラーム文化の影響はネルハにも及び織物産業が王国経済の骨格となった。綿、羊毛、麻、高価な絹を用いて1万3000人以上の職人が働いていた。進んだイスラーム科学を 西欧言語に翻訳することも重要であった。自らの第三を持つことが可能であった女性たちは、男性からの自立を謳歌し、生発、農業、書道、先生術といった職業についていた。アラビア語由来の生は、今でも、住民の間に残っている。15世紀のカトリック領王による、レコンキスタ終了後も、マラガ周辺には、イスラーム教徒人口が多く残っていた。 回収を拒否したモリスコたちが国外へ追放されるまで、ネルハの海岸部には、キリスト教、イスラーム教、ユダヤ教の文化が入り混じっていた。国外追放されるために、海岸へ集められたユダヤ教徒たちが、互いに、シャロームと言い合っていたという伝承がある。ユダヤ教徒の悲劇の運命はモリスコたちにも等しく、降りかかり、彼らは、 数世代にわたっての土地を捨てて立ち去らなければならなかった。16世紀初頭のネルハは人もまばらであったという。現在のネルハ住民の多くは500年前にキリスト教に改修した元ユダヤ教徒の子孫であり、彼らは先祖からの生を今も伝えている。マラガ周辺にやってきたカスティーリア人、アストリアス人、ガリシア人、バレンシア人たちは 定期的にこの地で徴兵を行った。地中海側を荒らし回るイスラーム海賊の攻撃が頻発したためで住民は全て銃で自己防衛しなければならなかった。大砲の据えられた監視等が最も人口が密集する旧市街に残っている。この時代のネルハの経済は農業と軍事で成り立っていた。度重なる海賊の攻撃は再度の人口流出を招いたため。 1515 15年には大幅な自治憲章が与えられた。ネルハはベレスマラガの集落から分離して自治を獲得したのである。ネルハの土地は新たな住民にも分割されたが土地の所有者になるには10年定住しなければならなかった。海賊の脅威にさらされながらネルハの人口は増加した。この時代の経済活動で突出したのはカイコの飼育であった。 19世紀は、ネルハの黄金時代となった。スペインブルボン家支配下で、町の道路は舗装され、新たな境界が築かれた。灌漑設備と技術が導入され、新たな産業が持ち込まれた。ワイン、蜂蜜、砂糖、小麦粉の輸出で、町は恩恵を受けた。マラガやアルメリアに通じる使用道も敷かれた。しかし、19世紀初頭のスペイン独立戦争、19世紀を、 通じたカルリスタ戦争でネルハ経済は打撃を受けた。19世紀末にはフィロキセラの流行でブドウが作れなくなった。食を求めて南アメリカ大陸へ渡る住民が急増し人口が約7000人に落ち込んだ。20世紀初頭にはコレラ、チフスが流行した。統計調査では住民のうち約400人が貧困にあえきえもない状態で次第に 自治体内は無秩序に陥り、クアルディアシビルが介入した。1936年のスペイン来戦勃発時、北アフリカにいたフランコ将軍に率いられた反乱軍のマラガ上陸は、ネルハ住民を恐怖に陥れた。フランコ軍の進軍を避けようと、アルメリアへ脱出を図る者が続出したのである。ネルハ住民の多くは、爆撃から生き残り、降伏を選んだ。 この後も困難な数年が続き、住民は飢餓にも苦しんだ。1960年には、ネルハ洞窟の一般公開が始まり、ネルハの経済を上向かせている。ありがとうございます。